大文字、松ヶ崎妙法、妙、松ヶ崎妙法、法左大文字船形万、灯籠取り形大松送り日当日の、大文字三送り日当日の松ヶ崎妙法、妙送り日当日の松ヶ崎妙法、法送り日当日の左大文字送り日当日の、船形万灯籠補三送り日は、毎年8月16日に、京都府京都市左京区にある如意ヶ岳などで行われる、かがり日。 宗教、歴史的な背景から、大文字の送り火と呼ばれることがある。京都の名物行事、伝統行事、青い祭り、祇園祭、時代祭と共に、京都市内行事の一つとされる。毎年8月16日に、以上の五山で、炎が上がり、お精霊さんと呼ばれる死者の霊をあの世へ送り届けると、される。点火時間は1962年まで、まちまちだったが、 1963年から観光業界からの要請により、大文字が20時ちょうどの点火となり、半時計回りに20時10分から、松ヶ崎妙法、20時15分から船形万灯籠、及び左大文字、20時20分から鳥居形松末と固定化した。2014年に51年ぶりに点火時間が変更され、松ヶ崎妙法及び船形万灯籠が、 それぞれ5分点火時間が早まった。この変更により小山が5分おきに点火されていくことになる。なお、近年では大文字が最初に点火されているが、1956年頃までは大文字は最後に点火されていたとする文献がある。これは大文字が五山の中でも横綱角であるからという理由からであるという。また、 日本の太陽暦移行後は20時よりの天下となっているが、それ以前のいわゆる旧暦の時代は1時間程度早かったという説が2014年、在野の歴史研究者である青木博彦により打ち出された。これは、元織の里なが1756年、在京日記などの資料を分析した結果であるという。詳しくは、如意家学送り日を参照。参名は、 鳥居形を除き国土地理院地形図の表記に従うが多節も併記する。鳥居型の所在する山については地形図に3名の記載がないため京都市観光協会大文字誤算保存会連合会の挙げる故障を併記する。また、匂い型系以外の4山は入山禁止である。春の大文字3大文字のひどこの中心部、金尾もともとは一体の3階を 匂いがたと呼んでいたが、現在は、ひどこがある西側の前峰を大文字山と呼び、最高点である手法を匂いがたと呼ぶ。特に、左大文字特別するときは、右大文字、右の大文字とも言う。大の字の中央には、大師堂と呼ばれる、工房大師を祀った、小さなお堂がある。上り口は、送り火の時にも使われる、銀閣寺の北側からのものが主流と、シュルート。 大文字山の地元地域の人には、多山との違いと損傷の意味も含めて、古くから山そのものを、大文字山と呼ぶ人も多い。ひど子は、古くは、杭を立てたい松を掲げたものであったが、1969年以降は、細長い用や石を二つ並べたひど子の上に、いげたにき木を組む形となっている。第二次世界大戦中である1943年には、 当日完成的検知から送り火が中止されたが、代わりに早朝に白いシャツを着た市民が山に登り、一文字で台を描き、英霊にラジオ体操を奉納した。翌1944年にも、西木林小学校、第二第四近隣小学校児童がやはり一文字を描いている。1945年も送り火は行われず、終戦の翌年、1946年に、 再開された。また、日清戦争戦勝時には、祝平和の文字が灯されたほか、日露戦争にちなんで転化されたこともある。大文字のひどこから見た京都盆地明。2012年春、北山通付近により、法。2014年春、高野京より、法のひどこ及び松ヶ崎の町並み。2012年春、明法に転化する優先時。 二山二字であるが、一山一字として扱われる。優先寺の寺伝によると、徳寺二年、松ヶ崎の村民が、日蓮宗に改修した時、日蔵が西山に、妙の字を書き、江戸時代、下鴨大民寺の肥料が東山に、法の字を書いたという。妙のあ付近は、近くに、京都市水道局、松ヶ崎浄水場の排水地があるため、一般人は立ち入り禁止になっている。 法では家ごとに担当のひどこが決まっているが、妙ではひどこの担当を町ごとに順繰りで交代する。うち2機は浄水場の職員が担当する。船の形は、上和14年、塔からの帰路に暴風雨にあった、西方寺の海藻自覚大支援人が、南無阿弥陀仏と妙号を唱えたところ無事到着できたという故事にちなむという。左大文字、2012年春。 1658年の落葉名書集には記載がなく、1673から1681年の山城式物語に記載があることから、この間の期間に始まったのではないかと見られている。成立について特に伝承や記録などは残っていない。この山は険しい岩山であり、かつては杭を立てた上に、かがり火の形で送り火を行っていた。固定された火床もなく、 かつては荒縄を張るなどして形を決めていたため毎年形が変わっていたという。2011年現在はクリーシとコンクリートで作られた53のヒドが使用されている。また大文字は一斉点火であるが左大文字は筆順に沿って点火される。1960年にヒドを大の字角方面に2章ずつ合計10章増加させた。8月の上旬には 保存会の手により、保温時に高灯籠が掲げられる。鳥居形松明の送り火では特に松の中でも松ヤニを多く含んだ、陣と呼ばれる部分を使う。そのため火の色が多山とは少し違いオレンジに近い色になっている。ひどこも多山と違い、焚き木を湯れたに組むのではなく、松明をそのまま天下台に立てる方式をとっている。親ひどから松松を持って各ひどに走るので、 火が走るとも称される。五山送り日は、基本的には、保存会に属する地域住民が実施しており、保安面では、消防、警察、行政による支援を受けている。なお、病法以外では、五巻を販売している。明治以降、夏以外に戦勝などのイベント絡みで数回、点火されたことがある。直近では2000年12月31日に、五山全部で添加された。 山に描かれた自責に転化する行為の起源については、平安時代とも、江戸時代とも言われているが、公式な記録が存在するわけではない。場所と行為を具体的に特定した資料が登場するのは近世に入ってからである。幼州不死によると、裏盆会や背書きの行事として行われていたとあり、花落祭剣図にも、裏盆会の玉祭りとして紹介されていることから、 江戸時代前期から中期までにはそれに類する性格を持っており、大文字、妙法、船形、加えて、所々の山、原野で火をつけていた。なお、以前の京都は角の森林利用のせいで、ゲ山が多く、森林は少なく、それがゆえに、送り火という文化が生まれたのではないかという説がある。江戸時代前期以降、京都の文化や地理を記した書籍が好んで、 発刊されるようになった。これらでは送り便についても取り上げている。これより、前の時期、京都における民間の収束について触れた資料は、乏しく、そのため、送り便については、江戸時代以降の資料を中心に見るより他ない。近い時期に発刊された資料であるにもかかわらず、大文字の起源筆者については資料ごとに差が見受けられる。説の書出順、発刊都市順に列記する。 筆者について、資料上の書室は、落葉名書集の少霊院門主説であるが、三病院説、不法大施説と続き、横川計三説が登場するまで18年の年差しかなく、発刊時期の近い資料に多くの説が混在している。洋州府市では、誰々が描いたという俗説が多く存在していることについて、ビューデンではないかとしている。現代では、 五山で行われているが、近代には、多山でも行われていた。い、一、竹の先に鈴、蛇、薙刀などである。牡蠣の五山が有名であるが、さらに他の山でも行われていたとする伝承もある。京都市左京区聖市,市原町京都市左京区倉間にの、瀬町市原の村の裏山で灯されていたもの。資源や小学校創立100周年事業委員会による、 市原野の,の中で、坪井正直は、担当する家に死者が多かったことや、経費町の問題から、明治初年に廃止されたとしているという。だが、京都聖火大学の小倉純一によれば、京都新聞の前身である、肘新聞では、明治30年代の初め頃まで添加されていたことが、確認できるという。小倉は、この時期に、大文字が、松の木に隠れて見えにくくなり、それを伐採したという。 記録があることから、意についても同様な状態であり、また、大文字手前の樹木は民有であったものが、意手前の樹木は、勘誘のものであったため伐採が行えず、また、意自体の重要度も低かったことから、市原の住民の意欲をそぐなどしたことが廃止の一、要因ではなかったか、との説を唱えている。 平成30年、京都大学霊長類研究所の正隆信夫教授は、江戸時代の文献などを手がかりに、実地調査を繰り返した結果、京都市左京区の倉間にの、瀬町の安陽寺山に、縦5メートル、横15メートルほどの L 字型に削った跡が3箇所、見つかったと発表した。この跡は、現在も使われている文字や形に火を灯す場所に似ており、 正隆教授はここで、胃の送り火が行われたと推測している。正隆教授は、高山で胃の送り火が行われていたという説について、各地の送り火にはそれを担う辞者があるが、向山には存在しない。また、江戸時代の地図には、胃の文字は、鴨川の東側に描かれているが、向山だと西になるのでおかしいと指摘している。正隆教授の発表について、小倉教授は、 向山とは別の山に、井の文字があったとするのは不可解だと指摘し、他の文字の送り火を行っていた可能性もあり、さらに調査が必要だとしている。小倉教授は、送り火に、向山が使えない時の代替手段として、安陽寺んを使ったのかもしれないと推測している。また、この発表について、京都の伝統行事や祭事に詳しい仏教大学の、八木徹教授は、現時点では、 確定的なことは言えないものの信憑性がある、見解だとし、その根拠について、などを挙げている。その上で、八木教授は、現時点では、確定的なことは言えず、現地調査も含めたさらなる研究が必要になって、来るとしている。このうち、竹の先に鈴の天下地については、田中緑港の京都では、松尾山とされているものの、明治20年代の日出新聞の記事では、 左京区聖原、あるいは左京区一条寺とされている。また、蛇や薙刀の寸法などが書かれた古文書が発見された。ただし年号がないため、書かれた時期は不明だが、日付が旧暦であるため、明治5年以前であることは間違いないであろうと思われる。これらの送り火がいつ頃消滅したのか、はっきりとしていないが、明治時代から、 昭和初期頃にかけて徐々に数を減らし、現在の五山に減少した後に、五山送り火という故障が定着した。地元の人の中には、大文字焼きという呼び方を嫌をする者もいるが、昔は大文字焼きと呼ぶ人も多かったという意見もある。少なくとも、現在の京都では、他の送り火も含めて単に、大文字と呼ぶのが、一般的で、焼きを伏することはない。近年、 京都の大文字を模して、全国各地で同様の行事が行われているが、箱根など関東周辺の少数が大文字焼きと称している。これが関東中心の大手マスコミその他で、京都御山の送り火を大文字焼きと呼んで違和感を持たない理由とも考えられる。京都の送り火に焼くという要素はなく、強いて言えば焼くのであって、一般的にはやはりこの呼び方は、 不適切とすべきであろう。この呼び方は、毎年1月に、奈良で行われる、若草山の山焼きとの混同から生まれたのではないかと、する指揮者もいる。なお、大文字山焼きと称されることもあるが、山焼きは、新芽を出させるために、三腹の広い範囲を焼くことであって全く異なる。天加を待つ、大文字添火された、大文字京都市長房系観想制条例に基づいて、 各五山への印への眺めが損なわれないように建築物に規制が課せられている。2011年8月16日開催分において、東日本大震災被災地である岩手県陸前高田市の被災松をごまきに加工し、被災者のメッセージを書き込み燃やすことが計画された。大文字保存会は一旦受け入れたものの、一部の放射能汚染を 不安視する声を受けて放射線測定を行った。結局、測定結果は不検出であるにもかかわらず、ゼロとは言い切れないという理由で、8月6日に受け入れ、中止を決めた。その決定により、京都には五巻を運ばず、8月8日に陸前高田市で迎え火として使用した。この大文字保存会の決定に対し、福島県伊達市長から風評被害を広げ、 結果的に東北の復興が遠くなるとの批判の声が寄せられるとともに、京都市及び道保存会に抗議、避難の電話が殺到した。そのため、同月10日に一度は中止の決定を覆したものの、新たに取り寄せた焚き木の表皮と内側を別々に検査し、表皮のみから微量な放射性セシウムが検出されたため、12日には被災末の使用中止という結末となった。 この燃やされなかった焚木の一部は、京都伝統工芸大学校の学生が仏像を制作する際に使われ、陸前高田市の総統修復門寺に収められたが、残りの大部分は2021年においても京都市が管理する倉庫に保管されたままになっている。この騒動について、京都市在住の宗教学者である山織哲夫氏は、風評被害を沈める絶好のチャンスを逃した。 京都の歴史に残る汚点で非常に情けないと発言している。また、関谷直也東洋大准教授は、誤算送り微騒動は、クレーム対応の問題であったにもかかわらず、岩手、宮城の瓦礫にまで放射性物質の汚染が広がっている印象を全国各地の自治体に与え、風評被害の厳選にまでなったと指摘した。それらの懸念の通り、2011年4月に、 環境省が行った調査では、被災地の瓦礫処理受け入れの意向を示した処理組合の数は572に上っていたが、この騒動の後の10月末の再調査では、54の市町村組合に激減した。これは放射能汚染への懸念が原因とされ、伊達市長らが懸念した通りの結果となった。この騒動とは、対照的に成田山新商事では、 同年9月25日に被災末で制作したごまきをお焚き上げで燃やした。この騒動の影響もあり、新生寺には健康被害を不安視する抗議の電話やメールが相次いだが、検査で放射性物質が検出されなかったこともあり、当初の予定通りに実施する判断となった。尿意化学は大文字保存会などの私有地であるが、誰でも立ち入ることができるため、いたずらや、 宣伝目的などの理由で許可なく、如意イ学に登山した上で、懐中電灯などを使用して、勝手に大文字などを浮かび上がらせる騒ぎがたびたびあり、問題となっている。ありがとうございます。